はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、契約不適合の通知と消滅事項、この2つですね、2つを解説します。契約不適合の通知については566条の内容です。で、消滅事項についてはこれ別の条文の内容なんですけれども、一緒に解説した方が分かりやすいと思いますので、一緒に解説いたします。で、まず契約不適合の通知についてなんですけども、引き渡した目的物の種類または品質に契約不適合がある場合、原則として買い主は不適合を知ってから1年以内に契約不適合があった旨の通知をしなければなりません。これは買い主が売り主に対して、この部分契約不適合ですよって通知してくださいと、まあ、言った内容なんですね。で、この通知をしないと買い主は売り主に対してその後責任追及をすることができなくなっちゃうんですよ。この責任追及っていうのは1から4の内容ですね。追加請求だったり、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除、こういった権利を行使することができなくなります。なので、原則として買い主が売り主に対してこういった権利行使を後ですると、契約不適合責任を追及するのであれば、買い主は売り主に対して不適合を、契約不適合を知ってから1年以内に不適合があった旨を通知してくださいね、というのが、まあ、原則なんですね。で、例外として売り主が悪意だった場合、つまり契約不適合の内容を知っていたりとか、また知らなかったとしても重大な過失があると、そういった場合はこの通知をしなくても後で権利行使することは可能です。つまり通知なくして買い主は売り主に対して責任追及をすることができるということなんですね。で、今この例外の話したんですけども、売り主が悪意だったり重過失だった場合は通知不要ですよ。ということは、まあ、原則で言うと、売り主が善意かつ無重過失、重過失がないといった場合が通知をしてくださいねという内容ですよね。この部分は条文には載っていないんですけども、この例外を考えると、原則は売り主が善意かつ無重過失の場合なんだっていうことが導けますので、まあ、この部分も頭に入れとくといいかなと思います。まずここまでが通知期間についての制限になってきます。つまり原則としては通知しなかったら後でも権利行使ができなくなるよっていう話なんですね。で、続いて、じゃあ通知したらどうなるのかというと、通知したら後で権利行使ができるんですけれども、じゃあ権利行使できる期間っていうのはいつまでなのかというと、これは消滅事項の話に入っていくんですね。買い主が権利を行使できることを知った時から5年以内かつ、買い主が権利行使できる時から10年以内、このどちらも満たす期間内に権利行使をしてくださいね。どちらか一方でも経過してしまうと、もう権利行使できなくなっちゃうんですね。買い主はこの権利について消滅事項によってなくなっちゃう、事項によって消滅してしまうので、この期間内に権利行使しなかった場合は1から4の請求また解除、こういったことができなくなっちゃいますよという話です。で、まあ、例外についてはこの通知期間ありませんので、まあ、この消滅事項の期間内に権利行使すれば OK ですよ。この期間内に権利行使しなかったら事項によって権利は消滅するよと、といった話ですね。ここまで大丈夫でしょうか？これすごく重要ですし、頭に入っていない方が多いんですね。これごっちゃにしてる方いるんですよ。ちゃんと分けて考えていただきたいんですね。上は通知期間、下については権利の行使期間、二つ違うんですよ。で、二つの制限がかかってくるんですね。どっちも満たして初めて権利行使できるので、こっちの期間過ぎちゃったというのであれば、もうこれ権利行使できません。また権利行使期間内に権利行使をしなかったというのであれば、この場合も後で権利行使することはできなくなっちゃうので、この点を注意していただきたいですね。二つ制限があるんだということです。まあ、ただ例外的に通知不要な場合もあるんですけども、基本的には通知および権利行使、この二つを行う流れになるんで、この二つを期間内にちゃんと行ってくださいね、という話です。で、ちなみにこれ条文ではですね、この消滅事項については、知った時から5年経過、または権利行使できる時から10年経過した時は、権利を行使することができなくなる。つまり、まあ、権利が消滅してしまうっていうふうに書いてあるんですね。で、その条文の内容を言い換えたらこの内容なので、ここかつってなってるんですけども、条文ではまたはとなってるんですね。これ違うんじゃないのって思われるかもしれないんですけども、これは正しいので、ちょっと言い方を変えているので、こっちはかつになると
いう話です。まあ、ちょっとこの点はね、日本語難しいかもしれないんですけども、とりあえず頭に入れていただきたいのは、この期間、どちらも満たしてくださいね。どちらか一方でも過ぎてしまうと、権利行使できなくなるよってことを頭に入れておいてください。まあ、これは消滅事項の話なんですけども、重要なので頭に入れておきましょう。また、これ見ていただきたいんですけども、引き渡した目的物の種類または品質、この二つしかこれ書いてないんですよ。数量についてはこれ書いてないんですね。つまり入ってこないんですね。これどういうことかというと、数量については通知不要ですよっていう話です。つまり通知なくして後で権利行使できますよっていう話なので、まあ、この例外と同じような扱いをするんですね。つまり数値に関する契約不適合については、まあ、こっちの流れになるよって話です。まあ、もちろん消滅時効期間内に権利行使しなければいけないので、まあ、この期間内にね、権利行使はしないといけないんですけれども、通知がそもそも不要なんですね。ここのルールは適用されませんので、その点は注意しておきましょう。まあ、この点ちょっと一回見ただけではわからないと思うんですね。で、ちょっと今回抽象的だったので、問題を解きながらちょっと勉強していただきたいんですよ。単にこの動画を見るだけじゃなくて、問題を解いてわからなかったらこの動画を見ていただいて確認するっていう感じで進めていくのがいいんじゃないのかなと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。